女性だから男性だからみたいなのあんまりない、うん、30% ぐらい女性が占めてると、活躍できる女性が育ってくれたらいいな、平等に扱ってもらえるっていうのがうちの会社の良いところではあると思うので、はい、ということでですね、今回の企画はレバレジーズは女性が働きやすいとよく言われてますが、それって本当なのっていうところをお二人をお招きして今日は聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということですね、まず簡単にお二人とも自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。社長室というところで人事制度と財務を担当しています、出口と申します。2013年に新卒で入社して8年くらい働きましたはい、よろしくお願いいたします。私2015年で新卒で入社した赤木かすみと申します。新卒から今現在もメディカルキャリア事業部という、看護師さんとかの人材紹介扱っている部署に所属をしていて、今は北日本グループというグループのマネージャーをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで美人のお二人にお越しいただいたんですけれども、そういうことにしといてもらえますありがとうございます、ちゃんと本音です。はいですね、今年レバレジーズがですね、日本における働きがいのある会社部門の、女性ランキングの方でですね、実は1位に輝いているということで、本当にっていうところ、ありがとうございます。まあなんかそれを見て、本当にっていうところを、実際に現場で働かれているお二人にお話を聞きつつ、よりリアルな部分を学生の皆さんにお伝えできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、早速質問なんですけれども、うちって働きやすいんですか？働きやすいよね。安いと思います。女性が働きやすいっていうイメージって、なんか世の中的にもまだあんまりなんか日本とかだと定着しきれてないのかなっていう印象を感じてたりはするんですけれども、お二人ともなんか働きやすいかなと思った理由とかエピソードって何かあったりしますか？なんかでも女性だから男性だからみたいなのあんまりないなっていう、ないですね、ないです。そうですよね、ここなんか本当テーマを扱う時にいろいろ考えながら、なんかあんま女性だからっていう表現使いたくないなと思いつつ、今こういった質問してるんですけれども、あんま本当に多分ないですよね。ないと思います、ないですね。お二人とも生き生きとらない。赤木さんとかもなんか戻ってくるときにざわついてましたけど、メディカル授業で。そうなんですか、やばいやつ戻ってくるそういうことで赤木さんが戻ってきたらめちゃくちゃ成果出るから、なんかちゃんと売り上げ立つとか実績もちゃんとあってみたいなところで、なんか割とうちは実績の方がどちらかというと大事だったりするのかなと。本当にその人事関連の話とかで性別の話出ることがないですよね。人事担当してるので、その裏側というか制度の話もよくしますけど、経営陣とか部長とかと、そういうとこでも性別の話って本当に出ないので、なんか今ちょっと制度のお話も出たので、前のママさん図段階の時もですね、いくつかお伺いさせていただいたんですけれども、育休ってレバレジーズの場合ってほとんどの方取られてるんですかね？そうですね、育児休業自体は法律で定められているので、社員に取らせないっていうことは選択肢としてないのはもちろんそうなんですけど、うちももちろん社員がもし出れば取れるようになっていて、ほぼ全員取ってると思います。本人が希望せずに辞められた場合以外は取れてます、なんか平均的にどれぐらいの期間皆さん育休取られてるんでしたっけ？マックスが2年なんで、平均したら1年ぐらいかなと思います、子供が生まれた月次第ですけど、1年から1年前後、1年前後と思います。なんかちなみに、僕も元上司の方も確か育休取ってた気がするんですけど、男性の社員も育休って取られたりしますか？そうですね、昔は少なかったですけど、最近本当に増えてきたなっていう感じで、直近半年ぐらいで多分5、6人ぐらいは男性で取ってるかなと。ただ男性なので、どっちかっていうと生まれてすぐの1ヶ月ぐらいの育児休業が多いですけど、だいぶ増えたなっていう印象があります。最近確かになんか育休でこう長い期間お休み取られる方も、最大2年だっていうことだったんで、いると思うんですけれどもなんか復帰の時とか育休に入る前のポジションとかって戻れたりするんですかね？戻れます。私も戻りました、そのまま。そのまま戻った感じですか？そうですね、ポジションは一緒で、エリアだけちょっと変わったんですけど、はい、基本的に役職は変わらず、やることは変わらずっていう感じですね、なんか復帰する時とかって不安だったりしないですか？不安ですけどねいや、リアルなんて大丈夫ですよ。
まあでも環境変わってるじゃないですか、こう、はい、休んでる 1,2 年の間に。そこでまあなんか新規行ってまた新しい気持ちでスタートできるっていうのはなんかまあ不安もありつつ、でもなんかどっちかっていうとこうワクワクみたいな方が大きかったかなっていうふうに思います。なんか復帰するまでの間でのサポートって何かあったりするんですか？ありましたよね、上司とか新しく配属される予定になるポジションの上司と3回まで育休中に食事に行けて、でその食事の費用は会社が負担するだったりとか、あとはまあ随時人事が面談したりとかっていうことはしてます、なんか復帰した時とかって周りの社員の方々ってなんかどんな感じで受け入れてくれるんですか？まあ割と自然に入りましたよ、ね、前から言いましたけど割と当たり前だから、特にそういうあれもないですよね。久しぶりみたいな、そういう。なるほど、ありがとうございます。なんか実際働く時間とかっていかがですか？以前よりもなんか短い時間での勤務とかってできたりするんですか？できます。制度的には時短勤務の制度があるので、所定の労働時間は8時間なんですけど、時短勤務の場合は6時間から30分刻みで自分で選ぶことができます。なんか以前とかってどれぐらい働いてて、育休後どれぐらい働いてるのかみたいな差分ってあったりしますか？そうですか。休業入る前の部署はめちゃくちゃ忙しかったので、ちょっと言えないぐらい働いてたんですけど。リアルなんで。フルタイムなんで時短はしてないんですけど、本当に8時間もぴったりに帰ってますね。本当にもう残業時間2分とかそれぐらいで帰ってます。素晴らしい。マキさんいかがですか？私も復帰前は9時から、まあ、6時定時なんですけど、8時か9時ぐらいまでは、まあ、いる時はいたかなっていう感じだったんですけど、復帰後は今8時4時で時差と時短組み合わせて働いていて、4時2分ぐらいには日本残業ぐらい。すごいですね。時差と時短組み合わせみたいなのもできるんですね。そうですね。なんか時短勤務になると昇進に影響ありそうとか、任せられる業務内容が変わりそうで心配みたいな学生さんの声もあるらしいんですけど、時短勤務だから昇進できないっていうのは聞いたことないですね。ただまあ時短勤務だからフルで働いてる人よりもそもそもまあ成果が出せてないとかっていうのが理由で昇進が成果出せてる人の方が早いっていうのはあると思うんですけど、時短がどうっていう話は聞いたことないですね。本人が希望すれば元のポジションで戻ってもらってるはずです。まあだからなんかそこら辺あんま関係なくて、本人がどういう意思表示をするのか、そうですね、意外と沿っている気がします。ですね。そこが一番ですね。あとはそのまあ時短勤務でパフォーマンスがきちんと発揮できるかどうかっていう、その2点で決めてると思います。なるほど、ありがとうございます。なんかこうお子様の年齢とかもありながら働き方も変わっていくのかなっていうなんとなくの予想はあるんですけれども、なんかお二人なんかどういうふうに働いていきたいみたいなのかって考えてたりしますか？そうですね、今ちょっと1時間時短もらって働いているんですけど、まあ、今のその業務内容でと多分今時短でもこなせているというか回せているので、まあ、特段なんかこう時間を伸ばす必要がないかなっていうふうには思ってるんですけど、なんかこう部署を移動したりとか新しいポジションに就いたりとかになった時に、まあ、自分の中でもう少し働きたいなとかなった時は多分保育園とか旦那とかと調整をしてこう選択していこうかなと思っています。私今フルで働いてて仕事も家庭もどっちも支障がないので基本的にはフルで働こうかなと思ってますね。2分残業ぐらいで2分残業ぐらいで大丈夫です。働くモチベーションちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、まあ私8時間で働いてるので、他の普通に残業してる人たちと給料変わんないっちゃ変わんない、みなし残業なんで、子供がいるってことを言い訳にするのはだよね。ありますね。だから申し訳なさもすごいありますね。だから残業できない分時間の中で他の残業してる人たちと同じだけの成果を出すのは自分の責任かなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。なんか私同じずっと事業部でやってきて、でまあ新卒からまあ育ててもらったっていうのもあるんで、今はこう自分がこうやってきたこととか育ててもらったものの恩返しの期間かなみたいな感じで思ってるので、なんかその辺をこうモチベーションにして還元していくみたいなとか、あと次入ってくる新卒とか次の世代とかになんかこういう人がいたよとかロールモデルみたいな感じでなれれたらいいかなみたいなのを思っているということにしておきましょう。ありがとうございます。なんか育休制度だったりもそうですし、まあ、復職前のランチだったりもそうですけど、他にも何か女性にとって嬉しい福利厚生とかってあったりしますか？
そうですね、まあ、性別ではくくってないですけど、子供を持つ社員が働きやすいようにっていう風なあの観点でいくと、時短勤務、あとは時差勤務、あとは在宅勤務の制度、子供が病気をした場合には限るんですけど、在宅勤務ができるっていう風な制度、あとは早期の復職を目的にしたっていう条件はあるんですけど、認可保育園に入れない場合、認証保育園とかに入る場合に、会社から保育料の補助が出るとかっていう風な制度がありますね。なるほどですね。なんか逆にこれがあったら嬉しいなというか、まだないんだけどこういう福利厚生作りたいなと思ってるみたいなものってあったりしますか？リモートワークですね。あの子供が病気の時とかであれば、あの使えるんですけど、なんか普段何もない時には一応今コロナでない限り使えない風になってるので、まあ、リモートワークがもう少しこう推奨されたらいいかなとは思ったりはします。はい、ありがとうございます。まあなんかそういった感じでですね、実際の、まあ、社員の方々から声をすくい上げつつ、まあ、福利厚生作ってるっていうところも一つうちの良さなのかなっていう気はなんとなくしました、じゃあ続きまして、キャリアのことについてもちょっとお伺いできればなというふうに思うんですけれども、レバレージズで、まあ、マネージャーだったりリーダー職についている女性社員の比率みたいなところでお伺いしてもよろしいですか？多分 30% ぐらいは女性が占めてると。なるほど、マネージャークラスですか？リーダーで多分 40% ぐらいで、その一つ上のマネージャーだと 30% ぐらいが女性が占めてると思います。意外と多いんですね。そうですね、一般的にどれぐらいなんですか？ちょっと分かんないですけど、まあ、友達の話とかを聞いてると 10% とか 20% とか、あまりこう女性で役職ついてる人が少ないっていうお話は聞いたりしたことはあります。確かに僕の友人が働いてる会社とかでも多分20いってないんじゃないかなってことは言ってたので、だからこそ僕は多いと感じたのかもしれませんが、なんか本当に性別動向よりかは成果ベースなのかなって気はより一層感じましたね。なんかこう世間一般的にいわゆるなんかキャリアウーマンみたいな人たちっていると思うんですけれども、プライベートはあんまりこうなくて仕事バリバリみたいなイメージがあると思うんですけれども、なんかそこら辺お二人はワークライフバランスってどうやって取ってますか？でも平日は多分ね 6-7-8割ぐらいは仕事で、休日はもう 100% 家庭みたいな感じで取ってますかね、バランスが。あ、二人とも同じような感じですか？家帰ったら仕事しないんで、起きてる時間で何が占めてるかっていうと、すずちゃんが言った通り、平日は6割ぐらい仕事、休日は 100% 家庭。なるほど。まあ、プライベートっていうのは自分の時間ではなくて子供の世話っていう意味ではプライベートですけど、プライベートというかなというか、仕事ではないという意味で、個人の時間ではなく、ないですけど、まあ、ライブの方ではあるという。そうですね、ライブ。まあ、なんかここまでいろいろとお話をお伺いして、まあ、なんとなく制度が整ってるなとか、まあ、ちゃんと実力主義なんだなみたいなところが感じ取っていただいてるんじゃないかなと思うんですけれども、レバレジーズは女性が活躍できる会社だと思いますか？思います。なんかそう思われるエピソードとか、まあ、理由みたいなものは、まあ、今までここまで話した内容全てかもしれないですけど。そうですね、なんか女性がというよりもやる気があって、きちんとパフォーマンスを出せる人が抜擢してもらえて活躍できる環境を作ってもらえる会社だなとは思っていて、で、まあ、その抜擢してもらえることに関して、まあ、女性がどうこうっていう話が影響しないっていうのが女性でも活躍できる理由の一つかなっていうふうに思うのと、あとはまあパフォーマンス出そうとすると、やっぱりその子供がいない社員と比較すると、子供がいる社員の方がいろいろ制限は多いとは思うんですよね。で、まあ、そういう制限に対して会社が制度を作ってくれてるっていうのがあるので、その制度をうまく使いながら活躍できる会社かなと思います。はい、ありがとうございます。では最後にですね、レバレジーズに興味を持ってくださっている、まあ、就活生だったりとか中途で入社を検討している方々、まあ、特に女性ですかね、に何かコメント等ありましたらお願いできればなと思うんですけれども、働きやすいって話はしたんですけど、おんぶに抱っこで全部こう作ってもらえるみたいな会社ではないと思うんですよね。過度に子供がいるからとか女性だからっていう理由で優しくしてもらえるわけではなく、平等に扱ってもらえるっていうのがうちの会社の良いところではあると思うので、楽に働けるんだっていう風に思って入社されるのはちょっと変わらないかなと思うんですけど、やりたいという気持ちがあって、きちんとパフォーマンスが出せる方にとっては良い環境だなっていう風に思ってます。
多分まだ制度がいろいろあるとか、女性が活躍できるとか育休取れるとかって今やっと整ってきたっていう形で成長段階なので、なんかそれがあるから入りたいとかではなく、そういう制度とか会社を一緒に作っていきたいとか、もっとこうしていきたいみたいな感じのなんか意欲とかがある方になんか入ってきてほしいですし、なんかそういう方と一緒に働いて、オレバレージの女性のリーダー職とか、まあ、マネージャー職とかも含めて活躍できる女性が育ってくれたらいいなっていうふうに思ってるので、そういう意欲のある方にぜひ一緒に働きたいなと思います。ありがとうございます、はい、なんか本当に出口さんの話結構しっくりきたなと思うのが、優遇ではなく平等っていうところは結構キーワードになるのかなと思いますので、かなり参考になる動画になったんじゃないかなと思います。改めてありがとうございますありがとうございました。はい、ということで本日の動画は以上となります。で、概要欄の方にですね、企業ブログや選考会応募のエントリーフォームがありますので、もし気になっていた方がいましたらぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。